次に大内義成君。委員長。大内君。公明党の大内義成でございます。予算委員会で質問させていただきます。よろしくお願い申し上げます。まず、福島特別立法についてお伺いをいたします。未曾有の東日本大震災、原子力発電所の事故災害から間もなく1年を迎えようとしております。本年を復興再生元年として国会政府を挙げて被災地の復興に取り組まなければなりません。とりわけ原子力発電所の事故に見舞われた福島県の復旧復興再生にはまだ多くの課題が山積しております。政府は2月10日、福島復興再生特別措置法案を閣議決定し国会に提出をいたしました。私たち公明党も、福島県のこの復興再生に関する提言を1月24日に発表し、2月1日に平野復興大臣に申し入れをさせていただきました。また、我が党福島特別立法検討プロジェクトチーム、これを発足しておりまして、協議を重ね、今この政府が提出された、福島復興再生特別措置法の対するですね、いろんな検討をさせていただいております。まずこの件につきましてですね、問題点をですね、指摘させていただいて、ご答弁をいただきたいというふうに考えております。まず子育て支援措置としての18歳以下の子どもの医療無料化につきましてですね、お伺いをしたいと思います。文科省の調査によりましたら、昨年9月1日時点です。ちょっと古いわけでありますが、幼児、児童、生徒の県外への転校は、11,918名、この他の被災県に比べますと桁が違うんですね。でこういう状況でありますから、福島県といたしましては、これは何としてもですね、こういう、この子どもたち、親御さんも一緒に出ておられるということで、打開をしたい、その一つの考えとして、永続的な18歳以下の子どもの医療無料化、これをですね、国に求めてきたわけでございます。本年2月7日の参議院の予算委員会において、我が党の渡辺隆夫議員の質問に対し、小宮山厚生労働大臣は、県が独自で基金、これ福島県民健康管理基金でなさるので、そこの助成金の特例を設けるとか、いろいろな形で、その基金を援助するということを考えていきたいと答弁をされました。また、野田内閣総理大臣及び、平野復興大臣、復興担当大臣ね、当時はですね、も、この件につきまして、基金が枯渇しないように、支援を行う旨、答弁をされているわけでございます。野田総理は、この18歳以下の医療無料化についてストレートに実現することはできませんけれども、県が基金を活用して対応するということの中で、問題はこれしっかり、この継続させていくということが大事だと思いますので、そのためにはまず基金が枯渇しないようにすること、そのための支援は万全を期していきたいというふうに思います。同趣旨のことを平野当時復興担当大臣もですね、答弁されております。このようなですね、政府として方針を立てておられるわけでございますから、私等としましてはですね、これは今回その提出された福島復興再生特別措置法案の中に条文でですね、書いていただけないのかと、そのことをですね、がこの方針を法的に担保をするという形で、この福島県の皆さんにも安心していただけると、こういうふうに考えるわけでございます。18歳以下のこの医療の無料化ということをですね、県での基金であると言いましてもですね、今0歳の人の18年実はこれ継続をする話なんですね。ですから基金ということで枯渇しないようにすると言いましてもですね、その答弁だけでは
この福島県の皆さん安心はできないわけでありまして、ここについてのこの条文化法定化ということにつきまして、平野復興大臣にお伺いしたいと思います。平野復興大臣。福島県における18歳以下の医療費無料化につきましては、国としては医療費の根幹にかかることだということで、直接それに国費を出すということは現段階ではできないということで、県からは極めて残念だという言葉がございましたけれども、国側の考え方はおおむね了解していただいたというふうに思っております。で、委員のご趣旨は今回それに代わって県が福島県民健康管理基金との活用を含めましてですね、今その具体的な方策を詰めている最中ではございますけれども、将来この基金が枯渇することがあるじゃないかと、それに向かって国もしっかりとしたコミットをすべきだと、その条文で書くべきだというそういうご意見だったと思いますけれども、まずは基本的にまず県の取り組みをまずしっかりフォローするということが基本だというふうに思っております。で、この基金は国が780億、それから東電が250億と、それをもとにして動かす基金でございまして、それが将来この無料化と県の独自の取り組みとして形でやるわけでありますけれども、無料化を将来ともあたって存続するというときに、その基金のお金をどうするかということについては枯渇しないように国としても、その段階で県と話しながら、前向きにやっぱり取り組むということは大事だというふうに思っています。ただこれを現段階で法律の条文に書くかどうかということについてはですね、必ずしも今我々のスタンスとしてはまず県の取り組みを見て、その基金というものの創出が国とそれから東電のお金でできたというその経緯もございますので、この経緯を踏まえてその枯渇という問題が出てきた場合には県と国が真摯に向き合ってお話をするというそういうスタンスで臨むのがいいのではないかというのが今の政府の考え方であります。大内君。そこでですね、県と協議をしてということになりますとですね、これはやはり信頼ということからいきましてですね、枯渇をしないようにするって総理はおっしゃったわけですよね。そこまでの答弁をされているわけですから、そこは交代したんじゃないですか。そうじゃなくて、やっぱりここは法律の法定も含めて、検討するという前向きの答弁をやはり大臣は私は求めないと思いますが、いかがですか。平野復興大臣。この基金が国のお金と東電の250億というものから出てきているということでありまして、それをもとにして医療費を無料化するということであります。で、そういうことで県も了解したということでございますから、この財源が将来どこかの段階で、これはもう健康管理基金ということで健康診断にも使わなくちゃなりません。それから医療費の無料化ということにも県が使うということでございますから、この経緯はきっちり尊重しなくちゃならないというふうに思っております。枯渇という問題につきましては繰り返しになりますけれども、その段階でのきちっと前向きにやっぱりきちっと国も対応しなければならないということは私どもも了解しているつもりであります。大内君。次にですね、今回環境省が1月の26日に、住民の早期帰還を目指して、除染工程表これ発表しました。しかしですね、福島県の住民の方々は健康被害に対する不安がございます。そこでやはり放射線によるこの健康上の不安の解消につながる措置として、放射線被曝に起因すると疑われる健康被害が将来発生した場合に、国は保健医療及び福祉にわたる措置を総合的に講ずべきであると思います。福島復興再生特別措置法案ではこうしたことが明確に書かれていません。この点についてですね、政府の考えをお伺いしたい。やはりこういう措置をですね、この法文で明文化するということが当然、そうあるべきであると考えますが、いかがでございましょうか。復興大臣です、平野復興大臣。条文に関することなので私の方からお答えをしたいと思います。
福島復興再生特別措置法案ではですね、放射線に関する健康上の不安の解消など住民が安心して生活できる環境の実現のための施策を一応規定はしております。紹介させていただきますと、具体的には健康管理調査でございまして、これは細野大臣のところが紹介になりますけれども、健康管理調査の実施に関する措置、それから放射線対策として農産物等の農産品等の放射線濃度の測定、除染の実測な実施、それから児童等の被曝放射線量の低減 のための措置、それから放射線の人体への影響等に関する調査研究の推進、それから医療および福祉の確保ということで、医療および福祉サービスの確保のための施策、こういった規定を盛り込んでございまして、こういった施策を取り組みながら放射線被曝に対する不安解消に必要な措置を講じるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。大内君。ですから今私が言ったようなことをやっぱり明確に条文化するということがですね、これは県民の安心につながるわけです。ですからこの部分について、どうなのか、そのストレートにですねお伺いしたいと思います。今平野復興大臣。今言ったような部分については各条にこういった施策を用意するという施策を実施するという、そういう規定になっているなっておりますという答弁でよろしいでしょうか。大内君。ですから放射線被曝に起因すると疑われる健康被害が将来発生した場合に、国は保健医療および福祉にわたる措置を総合的に講ずると、こういうような条文をしっかり書いていただきたいと言っています。平野復興大臣。まずはですね、この放射線被曝に起因すると疑われる健康被害が将来発生した場合というよりは、そういったものに対する不安の解消ということと、こういうことが発生しないようにための措置というのをこちらで規定しております。そして疑われる健康被害が将来して発生した場合ということを規定するのがいいのかどうかということについてはですね、これは国会でもご議論いただきたいと思いますけれども、私どもとすればまだここまでのところは用意しなくてもよろしいではないかと、むしろ繰り返しになりますけれども、今地元の中でも盛んに大きな問題になっておりますのは放射線に対する不安、健康不安ということだと思います。こういったものを解消する、それからあと疑われる健康被害が出てこないようにするということで、除染等によって放射線のレベルを下げると、こういったもので法律でこういったものを法律に規定して、その健康不安に対する不安を取り除くということが基本ではないかというふうに考えております。委員長。大内君。今月についてはまた議論したいと思いますが、やはり、あらゆる可能性について万全を期すという姿勢で政府を望まなきゃいけないとこういうふうに思います。3番目に復興交付金でございます。この復興交付金を当ててですね、行う、この事業の対象とすることができる地域についてでございますが、条文を資料に、お示しをしたいと思います。これは東日本大震災復興特別区域法特報ですね、この77条にですね、この復興交付金事業計画の作成という中でですね、要するに、福島県もですね、この特定市町村すべて入っているわけですが、その後限定されています。東日本大震災により相当数の住宅公共施設その他の施設の滅失または損壊等の著しい被害を受けた地域と、こういうふうにですね、限定されているわけでございます。ですから例えばこれ中通りでありますとか会津の方ですね、今なかなかこの条文通りのその当てはまない場合があってですね、なかなかこの復興交付金というのがこれが活用できないと、こういうことが現場からそういう声が上がっているわけですね。それで原子力被害という特殊な事情を十分考えますとですね、この福島においてこの柔軟かつ弾力的にこの復興交付金が活用できるように、この地域とこの条文のですね、この部分77条のこの部分につきましては、この福島県内のすべての地域がこれに含まれるよう、私はこの特別措置法においてちゃんとその措置をすべきであると
こういうふうに考えますが、まあ、いかがかということと、まあ、この特効の79条のですね、に、その復興交付金の交付に関する基本理念というものが、これは衆議院の修正で盛り込まれたんです。その精神にもですね、かつて出してどう考えるのかお伺いしたいと思います。平野復興大臣。まず復興交付金に従いまし、つきましてはですね、復興特区法において東日本大震災により相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失、それから損壊等の著しい被害を受けた地域というふうに、こういうふうに規定したところでありまして、津波地震、まあ、原子力災害ももちろん入るんですが、公共施設建物等々がですね、著しい被害を受けた地域の復興に向けての支援という、まあ、そういう意味での交付金だということでございます。で、福島県内の全市町村を対象としており、また復興特区法における東日本大震災には原子力災害も含まれていることから、福島県および県内の全市町村は地震や津波による被害と同様に原子力災害により相当数の施設に著しい被害が生じた地域の復興地域づくりのための事業に復興交付金を活用することも可能です。可能ですけども、繰り返しになりますけども、著しい被害ということで、内陸部はどうしてもその著しい被害という観点からすると、適用の範囲から外れる地域も出てまいります。ただ、災害復旧事業とかですね、その他いろいろの、例えば企業の立地のための交付金等々については、この交付金の外のものも制度もございますから、こういったものも使えるということであります。それからあと、原子力の発電所の事故を起因とする、公共施設等の被害が出た場合には、概念上はこの復興交付金等々もその対象にはなり得るということでありますが、今のところこの原子力災害の中 と公共施設の被害ということについて、直接の因果関係が認められるような地域はそんなにないのかなというのが今の私どもの率直な感想であります。その一方で原子力災害の地域については、これ以外に例えば福島県には特別の交付金、基金等々も設置しておりますから、そういったものの活用も十分可能だということも合わせて申し上げてさせていただきたいと思います。大臣、79条の修正項目の精神に照らしてどうだと聞いて、79条の精神の、まさにこの精神にのっとって今復興交付金の運用すべく今関係省庁と詰めさせていただいているということではございます。大内君。委員長、この復興交付金というのは大変な期待があるんですよね。それでやはりこの中通りや会津の方々もですね、これを使いたいとこういうことでございますからですね、しっかりそこは政府で、適用できるようにですね、しっかり検討してください。大臣、お願いします。よろしいですか。平野復興大臣。この77条、79条、この精神を外さないように、しっかり運用してまいりたいというふうに思います。大内君。で、さらにですね、この復興交付金を充てるこの事業等についてですね、今回の福島復興再生特別措置法でですね、盛り込まれている中にですね、原子力災害による被害を受けた産業の復興再生計画、これがありますね。それから、再生エネルギー源の活用とか、医療、医薬品、あるいは医療機器等に関する研究開発等、あるいは国際協力を、競争力を強化しよう、こういうことの、重点推進計画、こういうものがありますね。で、こういうことに基づいて国が認定するですね、ものでございますから、こういう事業については、やはり、復興交付金がこう、使えるようにですね、するのが私は大事だ、79条の精神から言っても、この基本理念から言ってもですね、そうであるべきだと、こういうふうに考えますけれども、いかがかということとですね、それとやはりこの特区法における復興交付金の運用の弾力化ということをですね、やはり、もっと真剣に、考えていただきたいんですね。この点についてお伺いしたいと思います。平野復興大臣。
福島県のにおきましてはですね、福島特措法に基づき策定される産業復興再生計画には原子力災害により被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進を図るための措置を重点推進計画には福島における新たな産業の創出に寄与する措置が記載されることになっております。で、一方でですね、先ほども申し上げましたけれども、こういった計画を受ける形で、例えば企業立地補助や国際的な医療拠点、開発拠点等の整備など、福島原子力災害の等の復興基金の造成をすでに行っております。それから再生可能エネルギーの研究開発及び関連施設の整備などの関連予算を含め、総額5340億円程度の予算措置を第三次補正予算なんかでも措置しておりございます。こういった措置をまずフルに活用していただくということがまず基本かなというふうに思っています。で、合わせてこの計画にのっとって、例えばまだまだ不足だという点がございますれば、これはまた福島県とも協議して、また財務当局とも協議しながらですね、この計画の実施に必要な予算はしっかり確保しなければならないというふうに考えております。大内君。次に中間貯蔵施設についてお伺いします。細野大臣、今朝は島田の、この広域瓦礫処理の、試験焼却行かれたということです。私ども、これは推進していかなきゃいけないとここに思っております。その上で、この昨年12月28日ですね、細野当時 原発事故担当大臣が、福島県知事に、中間貯蔵施設を、福島県双葉郡内に設置する考えを示されたわけですね。で、そのことについて政府の今の方針について、お伺いしたいということ、それから、今回政府で検討しているのはですね、あくまで、中間貯蔵施設であって、最終処分場については別途、検討するということでよいのかということ、それから、福島、この特措法に、中間貯蔵施設を最終処分場としない旨、これをしっかり規定してですね、法的に明確にすべきではないか、この3点をお伺いしたいと思います。細野環境大臣。まず今朝方ですね、島田市の方で試験用油ということで、取り組みましたものですから行ってまいりました。委員会でご容赦をいただいてですね、行かせていただいたことに心より感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。ご質問の中間貯蔵施設でございますけれども、昨年末お示しをしました通りですね、双葉郡内に設置を要請をですね、引き続いてさせていただいております。双葉郡の方々は避難をされている方がたくさんいらっしゃいますので、一番辛い思いをされている方々にですね、さらに、負担をお願いをすることになるというのは本当に心苦しい、限りではありますけれども、やはり除染を進める上ではどうしても出てくる土をですね、何らかの形で貯蔵しておかなければならないということでございまして、今ですね、これは何とか、可能性をですね、それぞれの地域で探っていただけないかということで、双葉郡のですね、8町村それぞれに皆さんに個別にさまざまなですね、お願いをさせていただいているという、そういう状況でございます。その考え方には変わりはございません。そしてもう一つ、そうした中でですね、私どもで申し上げておりますのは、やはりこれだけ大きな負担を福島の皆さんにお願いをする以上は、最終的な処分のあり方というのはですね、県外ということをしっかりと、目指していくべきだということでございます。30年という期間を設定をいたしましたのは、30年経てば全体の放射線量は下がるということももちろんありますけれども、それと同時に、原用化の技術開発も随分進むのではないかというふうに考えておりまして、すでにその、研究開発を始めております。そういったことも含めて、30年後にはですね、しっかりとそれを、凝縮をして、しっかりと、コンパクトにしてですね、最終処分をしっかりと目指していきたいと思っております。で、法制化というお話でございますけれども、一つの考え方としては、それもあり得るというふうに思っております。今地元とさまざまな協議に入りたいということでやっておりますので、その協議の中でですね、どういった形にすれば確実にですね、方針をしっかりと、次の内閣、次の政権にも、つなぎ止めていくことができるのかということについて検討してまいりたいと考えております。大内君。今法制化というふうに前向きの答弁がございました。やはりこの永続性といいますかね、この方針の永続性ということはやっぱり法的に担保するというのが一番なんですよ。法治国家に言いました。
よく検討していただきたいと思います。次に、この電源開発促進税制及びエネルギー対策の特別会計についてお伺いをいたします。江野大臣、お願いします。福島県はいわゆる電源立地交付金を来年度から、申請しない方針であると聞いております。で、福島県がこのような判断をしたことについて、どういう思いがあるのか、その大臣の認識をお伺いしたい。また、原子力災害からの福島のこの復興及び再生に関する国の施策を実施するための財源の確保を図るため、この電源開発促進税制及びエネルギー対策特別会計の見直し等をですね、行い、いわゆる電源立地交付金の財源を活用することも考えられるわけでございますが、これについての政府のお考えをお伺いしたいと思います。枝野経産大臣。福島県からはですね、原子力に依存しない社会づくりを進めると、そのことの中で、市町村配分分を除いて、申請しないというお考えを表明されております。もちろん国全体として原子力をどうするかはこの夏に向けて検討中でありますが、特に事故の当事件である福島県がですね、こうしたご判断をされて、申請をされないと。いうお考えをされているということについては重く受け止めているところでございまして、県が辞退された額については予算への計上を見送っているところでございます。それから財源の問題でございますが、電源立地交付金そのものはですね、他の県に立地をしていただいて、請求されている地方自治体が多々あるわけでございますので、それをなんか流用というわけにはいきませんが、広い意味でのエネルギーの特別会計ということでは、すでに国会でお認めいただいている二次補正における原子力被災者子ども健康基金の創設、あるいは三次補正の再生可能エネルギー、先駆けの地とするための総額1000億円の基金創設など、こうしたところについてはエネルギー特会からですね、予算計上をしているところでございます。繰り返しになりますが、現に原発を立地をお願いをして、その時のお約束で、電源立地交付金を交付している、地方自治体とのお約束はしっかりと守らなきゃいけない一方でですね、エネルギー特別会計の使い方等についてはですね、法の趣旨あるいは税の目的等のところとの整合性が取れる範囲内でですね、安心安全そして復興に、できるところについては使わせていただくということでやらせていただきたいと思っております。委員長。大内君。次に二次ローンについてお伺いをいたします。この再生支援機構につきましてはですね、昨年11月21日に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づいてですね、ようやく2月22日にこの再生支援機構が設立をし、3月5日から業務が開始されます。で、この再生支援機構法はですね、公明党、自民党が中心となって議員立法として、これ参議院では昨年は7月29日、可決したわけですが、衆議院におきまして、三党協議の中でですね、新たな法律のスキームは否定的だったんです、民主党が。しかしですね、これも三党協議で、協議を重ね、4ヶ月近く経って、11月21日に、成立をした。そして、今回3月5日からスタートをすると、こういうことになったわけでございます。立法者の一人としてですね、大震災から1年を迎えようとしている段階でこの再生支援機構がですね、スタートするということに対しては申し訳ない思いでいっぱいなんですが、しかし、この再生支援機構がですね、二重ローン解決のために有効に機能し、そして、被災事業者の方々の再生に大きく、貢献することができるようですね、私ども全力を挙げてまいりたいと思います。これにつきまして、平野復興大臣のですね、この再生支援機構の設立、業務開始にあたっての、基本的な認識、決意をお伺いしたいと思います。平野復興大臣。委員からご紹介ございましたように、昨年11月に、支援機構法が成立をいたしました。大口委員には大変なご尽力をいただきました。で、機構の設立業務開始に向けて、今、鋭意準備を行っておりますけれども、本日に今日、
設立認可を行ったところでございます。で3月5日から業務を開始する予定で今その準備を加速させているとこういう状況です。支援機構の社長には事業再生地域 金融等に精通された元足利銀行頭取の池田則人氏に お引き受けいただくほか、事業再生の知見を有する人材が役職員として一体となって被災事業者の再生支援に最大限取り組める体制を整えてまいりたいというふうに考えております。これから復興が本格化してまいりまして、二重ローン問題もどちらかというと今まで債務の延長、支払いの延期等々の措置によって表に出てきてこなかったんですけども、この二重ローン問題が大きな課題になってくるというふうに思います。そういった意味でもこの再生支援機構、すでに先行しております産業復興機構と合わせてですね、大車輪の仕事をしていかなければならないというふうに考えております。大内君。まあ、その今産業復興機構の話が出ました。それでですね、政府はもともとは産業復興機構は各県においてですね、それでやれば十分だという話だったわけですね。でそれで中小企業庁が中心になって昨年の10月から12月にかけて被災5県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、青森県に、各県の中小企業再生支援協議会のもとにですね、産業復興相談支援センター、これを設置し、そして窓口業務、事業計画のチェック、買取価格のチェック、債権者間の調整、産業復興機構への債権買取の要請、リスケ等を行ってきたわけですね。でそしてまた岩手県、宮城県、福島県、茨城県のですね、被災4県については、いわゆるファンド法による、この中小機構が8割出資した産業復興機構、これを設置して、債権買取をさせる仕組み、これを作ったわけでございます。これに対して、我々議員立法で作った再生支援機構はですね、これは、この、4次補正で、今回政府保障枠というのが5000億認められて、5000億円のですね、この賠償規模を持つ、これは産業復興機構4県で、2000億と比べまして非常に 2.5 倍の大きさであるわけでありますが、この我々のこの再生支援機構というのはできるだけ多くの事業者を支援と対象とする、これは法律の18条の3項に書いています。そして産業復興機構の支援が、行き届きにくいですね、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者、これに、重点を置いて、そしてまた、この中堅企業もですね、今、資本金5億円以下、あるいは、従業員1000人以下についても対象にするということでございますけれども、これにつきましては、その困難ですね、支援困難なものについては、この再生支援機構の方で、やるということでございます。そういうことでですね、非常に、零細事業者についてですね、非常に手間暇かかるわけです。また、非常に数も多いわけであります。こういうことについてはですね、産業復興相談センターでは、振り分けをこれをとしてですね、再生支援機構の方に、こういう零細の事業者、そしてまた、支援困難なものについて、振り向けると、こういうことについて確認いたします。いかがでございますか、大臣。矢野復興大臣。まず支援機構につきましてはですね、仙台本店と東京本部の2カ所に拠点を設けますけれども、加えて振り分けの話です。はい、わかりました。窓口については産業復興制度センターにとりあえず一元化してですね、この窓口で十分かどうかというのは現況を見ながらこれから検討しますが、とりあえず一元化します。で今委員のご指示、ご質問に答えますと、いずれこの支援機構は小規模事業者、農林水産業者、それから医療福祉事業者などにきめ細かく対応するという、そこに重点を置いて設立されましたので、産業その相談センターにそういう案件が持ち込まれたときにはですね、優先的にといいますか、支援機構にその案件はお任せするという、自然的にそういう方向になってくるというふうに思っております。はい、大内君。次にですね、この再生支援機構の組織の体制、これは極めて重要なわけでございます。でこれにつきましては再生支援機構の本店がこれは仙台、我々は強く要求してこれはそうなりました。
そして東京本部、これを千代田区に、設置すると、いうことを聞いているわけでございます。しかし今大臣もおっしゃいましたように再生支援機構というのは小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者という、零細なところに対してきめ細かく対応しなければならない、こういうことでございます。そして、そういうことから言いますとですね、産業復興相談センターにですね、相談窓口は委託するということでございますけれども、やはりその各県の産業復興機構のようにですね、どちらかというと買い取りだけというよりももっとですね、仕事としては膨大なわけでございます。また、現場にもう本当に寄り添うような形でやらなきゃいけないわけですね。ところが、その本店が、は仙台、そして東京本部を置くということでですね、その産業復興機構は、岩手県、宮城県、福島県、そして茨城県にあるわけでありますが、この仙台以外、その被災県においてですね、そういう支店等がないと、これでですね、本当被災事業者に寄り添った形で対応がきめ細かな対応ができるのかと、私非常に疑問に思っておりまして、そこら辺いかがでございますか。平野復興大臣。まず窓口については先ほど言いましたようにまずは相談センターで一元化させるということで、またあと委員のおっしゃるように小規模事業者等々に対する窓口ということが必要だということであれば、その状況に応じてこれは考えなければならないというふうに考えております。それからあと産業復興機構がもうこれ先行しておりますので、この産業復興機構との連携をしながらですね、支援機構が仕事をして、その両者がその相まって仕事をできるような体制をもうやっぱり作ることも大事ではないかなというふうに思ってます。さらにはこの支援機構によるその視点的なものを作るということではなくてですね、産業復興機構とのやっぱり連携ということもやっぱり考えていかなければならないというふうに考えております。委員長。小口君。大臣もうご存じのことだと思いますが、産業復興機構というのはですね、買い取りが主でありましてですね、やはりこれはもう再生支援機構が責任を持ってですねやっていかなきゃいけないと思うわけですよ。ですから私が指摘をしているわけなんです。そこどうですか。平野復興大臣。産業復興機構頑張っておりますけれども、なかなか買い取りはまだ進まなくても、岩手県もやっと2件目が決まったということを報告を受けております。その背景には企業グループ補助金等々のこともございましてですね、様々な背景があるようですが、いずれこれからこの二重ローン問題、債権の買い取りは増えてくると思います。で、そういう中で、やはり産業復興機構もダメだということではなくてですね、産業復興のにも仕事、復興機構にも仕事していただかなくちゃなりませんし、今支援機構と相まってということで申し上げましたけれども、基本はそういう方向で考えまして、とにかくその二重ローン問題が解消できるような、そういった体制づくりだけはしっかり進めていきたいというふうに思っております。委員長。大口君。で、これはですね、大臣もおっしゃってますけども、この被災5県の産業復興相談センターの案件処理件数ですね、これ見ますとですね、直近のあれ606件ですよ。そしてその産業復興機構、これは岩手県だけ、2件だけですね、この買い取り決定が。これ1月7日のですね、 NHK スペシャルで震災失業12万人の危機ということでですね、これはそれこそこの例はですね、美容院の経営されている6歳の息子さんと2人暮らしの女性ですよ。それで25年ローンでですね、この1年半前にこの理容室、これ自宅兼で建てたと、1500万円のローンがあったと、で今回流されたと、で店舗の再建のために少なくとも1000万円のローンを組まなきゃいけなかった。でそしてですね、これについて、産業再生機構に電話をしたけども対応してもらえなかった。それで相談センターにですね、産業復興相談センターに、電話したらですね、産業復興機構紹介されたけども結局、何もしてもらえなかったと、こういうことでたらい回しにですねされたということが出ております。でこういうことはやっぱり NHK で報道されますと、やはり産業復興相談センターというのも電話してもしょうがないかなと、あるいは産業復興機構についてもですね、これは期待できないなということがもうアナウンスされているわけでございます。
私どもですね、この産業復興相談センターの仕組みにつきましては、中小企業庁が、この中心になってやられたわけでありますけれども、非常に改善をしなきゃいけないことはたくさんある、もっと機能しなきゃ強化しなきゃいけないことはたくさんある、こう思うわけですが、枝野大臣、いかがございましょうか。枝野経産大臣。まだ相談を受け付けた中でですね、買取決定やリスケ合意に至ったものが少ないということについては、当事者の皆さんのお立場に立てばできるだけ早くということが必要だろうと思っております。ただ例えば再生の可能性をしっかりと判断いたしませんとですね、いけないということがございますし、また買取やリスケに際しては不動産の鑑定や債権者間の調整などがやはりある程度の時間が必要だということはご理解をいただければと思っております。それぞれ産業振興相談センター、そして、産業復興機構においてはですね、これは中小企業庁がしっかりと研修その他ですねさせていただいておりますが、現場でご苦労いただいている皆さんのほとんどは民間金融機関の皆さんや地元の税理士さん等でございまして、大変汗をかいて頑張っていただいているということはご理解いただければというふうに思っております。中小企業庁としてもですね、さらにきめ細かくですね対応できるようにということで努力をさせていただきたいと思います。なおご指摘のありましたテレビ番組についてでございますが、これ実は産業振興機構というところに産業復興相談センターがあると、でその産業振興機構とですね産業復興相談センターとして今度産業支援、機構ができると、若干名前も紛らわしいし、どこにが中心的窓口なのかということについての周知が必ずしも不十分でなかった点があろうかというふうに思いますが、産業復興相談センターにきちっとご連絡いただければきちっとですねワンストップで受けられるようにと、このことはしっかりと徹底をしているところでございます。大内君。だから広報のあり方も考えなきゃいけません。それから例えばこの産業復興相談センターというのは長々しい名前ですから、もう少しですね分かりやすいですね、愛称みたいなものを考える必要があると思いますが、大臣いかがですか。枝野国交大臣。周知分かりやすさということについてはさらに努力して改善できる点がないかどうかご指摘を踏まえて検討させていただきたいと思います。以上。大内君。ただ農家の場合なかなかですね、商工会議所には行きづらいという面があります。また漁業の皆さんの場合もそうでございます。そういう点でですね、農協や、漁協あるいは商業者が商工会所か商工会議所とかですね、一番この身近なところにですね、やはりちゃんとしっかりとこの相談をして、この問題を事業再生についてですね、力強くですねきめ細かくこの相談を受けられ、そして、この再生支援機構のサービスがしっかり受けられるようにですねできるかどうかがですね勝負だと思うんですよ。今はっきり言って先行者各県の産業復興機構は機能してません。だって2000億って言ってもですね、2件ですよね、買い取りがね、今回5000億の規模があるわけです。ですからそういう点では本当にきめ細かくこの対応していくためにもですね、それぞれの各関係機関と連携をして、そして窓口でどこまで充実して、あ、これだったら信頼できるなと、これだったらいろいろとこの手続きを進んでいけるなということが確信持てるようなね体制を作っていかなきゃいけないと思うんですが、その点平野大臣いかがでしょうか。平野復興大臣。被災地域 の土地利用計画の骨格もだいたい見えてきまして、これが実行段階に実行に移されますと、個人商店それ個人事業者こういったものがもう一回元っていうか、また仕事を復活させたいという、そういう希望が次から次へと出てくると思います。こういう中でも二重ローン問題が足かせにならないように、そういったきめ細かな対応をしっかりやるように、この支援機構をしっかり仕事をしていただかなければなりませんし、合わせてこの復興相談センターにつきましてはですね、委員のご指示も踏まえまして、相談窓口というか相談窓口も必要に応じて充実していけるようにですね、これは中小企業庁とも連携しながら取り組んでいきたいというふうに思っております。大内君。中小企業庁だけじゃなくて、農林水産あるいは医療関係のですね含めてよろしくお願いしたいと思います。
で、今回、私ども心配しているのはですね、この再生支援機構に、RCC ね、整理回収関係の方25名いらっしゃる、専門家ですけれども、どちらかというと、回収にですね、これまで勤しんで来られた方、ね、だから事業再生の方をしっかりやってもらわなきゃいけないですから、私もこれは注目してますんでね、しっかり大臣、見てください。それから、この支援基準につきましてもですね、メインバンクやスポンサー等が貸し付けや出資を見込まれる場合というのが、条件になっているわけでありますが、政府系金融機関もですね、このメインバンクやスポンサーと一緒にですね、新しい融資あるいは出資というものをですね、積極的にですね、行っていただかなきゃいけないと思うんです。この点ですね、平野復興大臣、それから財務大臣もですね、これは政府系金融機関の、代表格として、所管代表格としてですね、この政策金融機関について、積極的にですね、この支援をしていくということについて、ご提言いただきたいと思います。平野復興大臣。これはもう、大口委員も一番詳しいわけでありますけれども、3と5位にもですね、政策金融機関は支援機構からの要請に基づき、債権者である金融機関等と連携を図り、事業者の再生に必要な補完的な資金供給について、適切な役割を果たすということが3と5位で決めておられまして、これを受けた形で、この政策金融機関との、政策金融機関との連携はしっかり取っていきたいというふうに思っております。安住財務大臣。はい、事業を本当に再生するための新しいお金をどういうふうに融通するかということですが、大前提としては、やはり民間の金融機関が提供して、それをその公的な機関が補完をすると。いうことが前提だというふうに踏まえてはおります。ですから支援機構がですね、支援対象をそうした考えに基づいて判断はしていってもらうと。ただし、日本政策金融公庫は特別貸付等で震災対応に全力を挙げておりますので、東日本大震災事業者再生支援機構や事業者からの相談についても随時柔軟に対応する予定でございます。大内君。財務大臣、被災地地元でございますので、ぜひともですね、ここはしっかり推進をしていただきたいと、こういうふうに思う次第でございます。支援基準につきましてはね、いろいろ数値基準が出てまいりました。やはり今回の再生支援機構、15年かけてですね、この支援をしていくということでございますから、やはり15年以内というのはですね、非常にこの長い、タームで、例えば債務超過の解消を考える、それから、有利子負債のキャッシュフローに対する比率、これは15倍以内というようなことも聞いておりますけれどもですね、これはしっかりと、そういう形でですね、緩やかにしていく、あるいは、5年以内を目途に、営業利益の黒字ということですが、硬直的にですね、考えていただくと困ります。やはり農業の場合ですと、その農地の浸水地域は、これ、土地改良に数年の時間も必要ですし、また医療関係ですと、人口が戻ってきませんと、患者さんも増えません、こういうこともありますから、そこはですね、柔軟にやっていただきたい、そして営業利益の黒字化ということとともに、選択肢としてですね、経常利益の黒字と、こういうものを選択肢の中に入れていただきたい、こういうふうに考えます。支援基準について簡単にご答弁いただきたいと思います。平野復興大臣。まず今回の事業支援というのは、震災による被災事業者支援という、どちらかというと非常事態における支援の支援でございまして、そのための基準であるということも留意しつつ策定してまいりたいというふうに考えております。今委員からもさまざまご提案ございましたけれども、個別の業種特性等にも配慮する、あるいは合理的な事情ありと認められる場合には硬直的に、適用しないと、そういった規定もですね、支援基準に、含める予定で、現場に合わせたそういった運用が図れるように、これは最大限配慮してまいりたいというふうにも思っております。大内君。で、我々は議論でですね、その再生支援機構が、被災事業者から、この債権を買い取ると、そ
それで母価とですね、それからこの買い取った価格の差額、まあ、これについてはですね、原則して免除をすべきであると、こういう提案をしてですね、大臣も昨年11月14日衆議院の復興特別委員会におきましてですね、この法律の目的が、債務の負担を軽減しつつ被災事業者の再生を支援することとこうなっているから、運用はしっかりそういう形の運用をしていきたいと、こういう、まあ、答弁をされました。これの確認お願いします。平野復興大臣。まあ、関東の、いわゆる母価とですね、買取価格の差額を例えば全額免除すべきだという、まあ、そういった考え方もございますけども、ここの点に関しましてはですね、まあ、そういった考え方もあるということなんですが、それをきっちり定めるということではなくて、その買取差額以上に場合によっては試験の支援する場合もございますし、そこまでいかなくてもいいのではないかというケースもありますので、そういった考え方を基本としつつ、しかしやっぱり硬直的に決めないという考え方でですね、要はその再生するためにできるだけの支援をするという考え方で、これは運用して していきたいというふうに考えております。大内君。まあ、財務大臣にちょっとお伺いしたいんですが、この東日本大震災の被災事業者がですね、まあ、この再生支援機構また産業復興機構に買い取られた債権について、まあ、再生計画に基づいて債務免除を受けた場合、この債務免除益のこの課税関係、これはどうなるのかお伺いします。安住財務大臣。法人とご指摘の法人事業者と個人事業者の双方についてあると思いますので、それぞれについてちょっとお話を簡潔に、一般論で、申し上げますと、法人事業者については、法人税法上法人が債務免除を受けた場合の債務免除益は益金と、まあ、算入されるわけであります。他方その事業年度の費用損失の額が損金の額に算入されるほか、下年度に生じた青色欠損金、つまり7年前ですね、いや一定の場合におけるいわゆる期限切れ、これは7年より古いやつですね、欠損金が損金の額に算入される結果、通常法人税の課税関係は生じないものというふうに考えております。個人事業者についてはこれもやっぱり債務免除益については経済的利益として課税対象にはなりますが、債務者が視力、つまりお金をの視力ですね、視力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であるとされた場合には、これは免除されるものについてはですね、課税しないものと取り扱っております。大内君。あと、まあ、この債権買取価格の算定方法、これにつきましても不足のですね、3条で、簡易な方法ということを今検討していただいていると思います。で、産業復興機構の方はですね、過去3年ないし5年のキャッシュフロー、それを再生計画のによってその売上の見通しを出して、そして、まあ、5年ぐらいの、そのフリーキャッシュフローを、まあ、現在価値化してですね、まあ、決めると、まあ、いうことでございますが、やはりこの今回の再生支援機構、これについての買取価格の算定方法はですね、やはり15年間の支援ということも考えてですね、やはり例えば、まあ、5年ということなくて15年後ぐらいまでのフリーキャッシュフローとかですか、あるいは15年後の担保価値ということになってくれば相当また価格は価値上がってきます。そういうことも踏まえたですね、価格算定方法ということを、検討すべきだと、ここに思いますが、いかがでしょう。平野復興大臣。今算定方法をさまざまな観点から検討させておりますけれども、一方でやっぱり一物二価というのもこれはおかしいなという考え方もございます。でその一方で産業支援機構のやり方独自の考え方もあるのではないかという考え方もございまして、いずれにせよ不足の失礼しました、支援機構、それは産業復興機構で、支援機構は支援機構で債権の買取の価格の考え方あるのではないかという意見もございまして、今そこ調整中でございます。いずれにせよその不足の第3条の趣旨を踏まえまして、
事業再生計画、事業者の経営状況の見通し及び担保財政の価格の見通し等を勘案した、まあ、適正な時価というまた月並みの言い方になりますけれども、そういったあの価格が算定ができるような方式をしっかり設定してまいりたいと考えております。大内君。次に原子力損害、賠償紛争解決センターについてですねお伺いしたいと思います。この原子力損害賠償紛争解決センター、はですね今933件、2月14日の時点の申し立てですがね、件数はそうなってます。ところがですね和解に至った件数は4件にとどまっています。で昨年9月1日に申し立てた、まあ、第1号の件はですねこれ東京電力が一部拒否してまだ、まあ、和解が成立しておりません。これから南相馬市の小高地区1万人を超えるですね集団の申し立てもあると聞いておりますし、また双葉町のですね弁護団が結成されて2月末に第1次そしてそれについて集団の申し立てもがあると、こういうようなことを聞いています。ですがこの、紛争解決センターにつきましてはですねやはり体制を整備しなきゃいけないと思うんですよ。要するに時間がかかりすぎていると。で仲介委員が127名それからパネル調査官が30名、これ事務局でもそれ以外で20名とこういうことでしてですね、今の調査委員がですね自らのこのあれですよ領収書の整理を割ったりですね、そしてまたコピーをしたり、要するに本人が申し立てるのが8割で代理人についても多いんですよ。だからこういう未成年の段階に来ていただくもんですから、そういうのも大変になってるんですね。やはり仲介委員、パネル調査官、事務局員、今回大幅にですね、増やさないとですねこの膨大な処理というのはできないということが1点、これに対して対応をどう考えるのか。で2点目にですね、まあ、そういうことでこの原発損害賠償事件とですねこれは非常にまあ、150万人とも200万人ともこう言われるわけでありますよね。膨大なものになるわけです。まあ、ですからこれにつきましては和解の事例をですねしっかり集積してそして公表すべきだと思います。申し立て件数、具体的な申し立ての内容を類型化したもの、それから解決した和解の概要、これはもちろん申し立て人個人のですね特定されない配慮はしなきゃいけませんが、そしてさらに和解に至らなかったケースについてもうセンターが提示したもの、これは公表してですねこれは基準になりますから相対交渉にもプラスになります。この2点についてお伺いしたいと思います。平野文科大臣。議員は非常に専門家でも、ありますし、ご指摘の点はよく理解をいたしております。現実を少しご報告を申し上げますと、特にこの紛争訴訟という概念でいきますとやっぱり基本は相対ということですが、今回の現場違法に照らし合わせまして、やっぱり被害者をいかに早く、救済をするか、あるいは、公平にやっぱりきちっとやれるかと、こういうことでございます。で私どもが、今の、紛争に持ち込まれております案件を見てましてもなかなか数が、毎月のごとく増えてまいっております。で今委員ご指摘のように実質的避難者でも150万人ぐらいおられるということですから、当然かなりの、方々がおられると、こういう観点で、特に今委員ご指摘の、状況についてはですね、特にパネルはパネルですね、あるいは調査官が今事務の本来の業務でないところに、追われておるものですから、これ早急に体制を強化をすると、こういうことでございますし、また相対の東電の方におきましても、窓口相談窓口を1万人規模に増やして、何としても被災者を早く、賠償で和解ができるような体制強化を図りたいということでございます。でもう一点、先ほど申されましたように公表すると、こういうことは非常に私はより迅速に、進めていくと、こういう観点で私は非常に大事な、ご指摘だと、思っております。ただし、まあ、個人情報等々の問題を十分、考慮しながら今日でも大体の流れについては公表してまいりたいと、こういうふうに思っておりますので、適宜公表することによって類型化が確定をし、より紛争解決に私は寄与するものと思っておりますので、先生ご指摘のとおり今日でも公表したいと、このように思っております。大内君。
ぜひとも情報公開をしっかりしていただきたい、そしてそれを、まあ、いい例としてですね、参考になる例として発表していただきたいところに思います。とにかく今1兆6000億円ぐらいですね、すでに賠償金として払われています。やはり和解を尊重するということを当然しっかりですね考えていただかなきゃいけない。ですから、ここで枝野大臣、しっかりですね、この和解中間の尊重ということをですね、もちろんの特別 その事業計画には書いてあると思うんですが、しっかり履行を求めてください。お願いします。枝野財務大臣、時間が終わってますので、短くやってください。ご指摘の件は、13日の緊急特別事業計画の計画変更認定にあたっても伝えたところであります。東京電力は、和解仲介案ではなくて、和解提示理由だから、まだ途中なんだとか、いろんなこと言ってますが、国民的な常識に従って対応するように、さらに厳しく指導してまいります。大内君。以上で終了します。ありがとうございました。これにて、大内君。